皆さんこんにちは、バーチーチャンネルです。この度東京着物ショーのオフィシャルサポーターを務めさせていただき、無事終えて京都に帰ってまいりました。来ていただいた皆様、お声掛けしていただいた皆様、本当にありがとうございました。楽しかったですね。このトルソーコーデのエリアは動画の撮影は普通の方は禁止でした。オフィシャルサポーターの権限を生かして撮影させていただきました。みんなで一緒に見ていきましょう。動画の最後にやらかし報告もあるはず、お楽しみに。これが噂の白い羽衣麺。ちょっとこれ見たら羽衣麺白熱で染めてほしくなっちゃった。この辺りがキッカさんっていうカラーコーディネートのお集まりって言ったはったな。さすがに色とりどりで綺麗ですね。すごいな。人がたくさんいらっしゃるので映り込まないように一生懸命撮影しています。撮っていいですか？わあ、一番良かった？一番良かったです。ありがとう。嬉しい。そう。欲しいものがあるし。本当よくわかりましたね。綺麗。そう。鶴。うん。鶴の刺繍。本当はオーロラの空は鶴はいないけど、あのイメージしてコーディネートしました。うん。へえ、嬉しい。ありがとうございます。よかった、声かけてみて。結びで結んだってミホ先生から聞きました。この半襟すごい、すごいの。あら、仮装用の仮装用さんの
れがね、私のフォロワーさん皆さんすごいっておっしゃってましたね。パッチワークのワーディスで、映らないように頑張って撮影しています。この素晴らしさがみんなに伝われたらいいんだけどな。チャンスだ。私のコーデの後ろ姿です。
とうございます。自作ですか？はい、自作ですか？売ってるんですか？売ってます、京都で。はい、フーラブ京都さんっていう、あのいろんなところと、コラボして花をシューズって言って、これは文三郎さんっていうところの京都の絞り屋さんの、花をで、ちょっとお高いんですよ。これでお写真撮らせてもらっていいですよ。私今 YouTube の撮影してるんですけど、これお声入ってもいいですか？お声だけだったら。すいません。ちなみにね、このカバンも文三郎さんのやつやから、もしよかったら一緒に。ここだけいいですか？はい、もちろん。じゃあ、そんな見つけていただいてありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。なんか声かけてくれはった。すごいね、ご飯のさん。すごいわ。これは？知らんとこやけど素敵。すごいな。すごいな。しか出てこへんな。みんな自由でいいですね。させてもらった、ね、あ、覚えてます。今ね、ちょっとね、撮影させてもらってるの。いいんです、全然。お声入ってもよかったですか？私のね、私の方で見てくれはりました？ あそこにあるんですけど探してたんですよ。どこにあそこにあるの、帽子かぶってるやつ。帽子かぶってるやつ、わかりました。ちょっと 見てきます。ちょっと素敵な着物をちょっと顔から下だけ失礼して。いや、涼しそうでいいですね。暑いですよね。私もまさか今日自分が綿朝着物着ると思ってなくて。いや、お友達も素敵。いや、 YouTube でも見せてもらった素敵。お友達もちょっと顔映らなかったらいいですか？そうそう、私私私私、あら、嬉しいわ、嬉しいわ。もしかして会えるかなと思ってた。あ、本当ですか？わ、でもね、なかなか会えない方もいるからね。よかった、ご縁ですね。よかったです。いや、あの、感想聞かせていただいていいですか？この重ね襟は、はい、ご自分でこれだけつけようと思って持ってるんです。これ、あの、ありったけの重ね襟をつけてもらいました。素
敵。そうだね。ね、ちょうどね、なんか好きな色がね、うん、グラデーションがすごい。たまたま持ってたんです、これ。素敵。ね、そしてこの、はい、この半襟に合わせたようなこの着物の色。はい、そうなんです。うん、これ実は、うん、その黒い着物を1枚中に着せていただいてて、うんうん、これは半襟じゃなくて、もう着物なんだ。そうなんです。これが着物なんです。あ、私のだからいいよ。大丈夫ですか？本当はダメだけどね。そうだ、そうそうそう、本当だ。そうなんです。そしてこのデザイン的にここは塗ったんですね。あ、ここはね、どうなってんの？あのね、ここなんか引きずりみたいに着せてもらってるから、うん、ここをちょっとドレープ出してほしいって言って、着付けの方にお願いをして、うん、だからちょっと普通の着付けとは違うんですけども、うんうん、かっこいいですもん。処理もない着付けで、うん、素敵。ありがとうございます。褒めちぎっていただいて、さすがです。ツルですもんね。そう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 。でもこれ、これは海の中の人手みたいな柄、うん、そうも見えるでしょ、うん、これでもね、大柄なんですよ。でもね、海の中にも見えるでしょ。見えますね。なんかサンゴみたいにも見える。そうそうそう、ねえ、うんうんうん、私もそう思いました。お履物が素敵なんだけど、あ、そう、今日ね、ちょっとね、お花をシューズにしました。面白い。さっきからこれ何回説明してるか分かった。文三郎さんの京都のね、絞りの文三郎さんの高い鼻緒と、これがあのバッグ。これね、かわいい。これ便利です。広がるもんね。広がるし、なんか上着もしね、脱いだ時とかでもシュッと入るし、すごい便利でね、これお気に入りなんですよ。かわいい。どちらにしてもすぐ分かりました。え、本当ですか？私が言ったらさっきいたよって言われた。嘘どこ？マスクしてても分かる。よかったです。声かけていただいてありがとうございました。ますますのご活躍を頑張ってください。はい、頑張ります。失礼します。はい、 YouTube 載りますからね。はい、あ、え、高田の？高田のババです。山手線です。あ、ちょっとそっちでお顔いいですか？はい、え、職人さんもされてるんですか？そう、職人です。私が染めてます。そうなんですか。なので、こういうところで今は年に2回ぐらい、うん、あ、そうなんですね。ショーとサロンぐらいの。ですか。すごい。あ、お値段とか写して大丈夫ですよね。すごい。あ、私のフォロワーさん、こういうの大好きそうな人いっぱいあるから。それはね、それで表現するんですよ。そうなんですか。森じゃないですよ。へー、すごい。ピンクのやつだったら、どうやってこのゼブラを出してるかというと、裏が黒いんですよ。へー、この薄さで両面染めてるんですよ。裏黒で染めて、これ絶対織に見えるけど、そう、染めなんですよ、うち染め屋だから。で、え、絶対織やで。黒を響かせて、でピンクを引くことで、こういう模様を出してる。なので私が着ている、うん、この、うん、パイソン柄も、これも染め、これも染めです。で、これは絹ですね。これ絹です。これ証券。これ一重ですか？これ一重です。一重だけど、あ、うわ、こういうことなんです。なんという、え、裏も染め、え、裏も染めてます。この色、え、でしょ？どういうこと？この色をこっちはこっちに染めてるってこと？そうそうそうなんです。反物でお見せすると、こういう感じです。いいですね。うん、うわ、白生地の部分があって、裏がエンジン。いや、かっこいい。畳代わりも一旦でできる。あ、もう一回ちょっと決めてリフどうぞ。はい。畳代わりも一旦でできます。すごい。それいいね。うん、しかもなんかこれちょっとなんか薄いっていうか、なんやろう、すごい楽ちんそう。これそうそう、軽くて楽です、ね、すごい軽さ。これもずっと一年中一人です。
一年中一重。一年中一重。まあこれ売りやしね。うん、だってわかんないもん。さっきの決め台詞言わなあかんしね。八角ついてるみたいに見えるから。うん、そう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 。誰に気兼ねすることなく。いいね。でこれお値段。お値段26万4000円。そう。で仕立ては別でやってくださいってことやね。こういった薄物の表裏違う。これどういう風に使ったらいいんですか？これはね、羽織で使うのがいい、うん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 、やっぱ暑くても1枚羽織って電車乗ったりとかってした方が帯とかも安心だし、うんうん、そう、ね、もう東京の電車怖すぎて。いや京都のバスも結構やばいんですけど、やばいですよね、東京の電車怖すぎて。母が来てるのは、まさに。あ、お母様。はい、いつも、あの、息子がお世話になって。いや、全然お世話になってません。初めてです。いや、でもなんか繋がってるって。あ、そうなんです。はい。このね、裏表が違うんです。あ、ですね、あ、じゃあちょっと風にね、あのふわってなびいた時にキラって見えますね。はい、あとこの袖口がね、はい、見えますね。わ、光を浴びると浮き出てくる、うん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 、それがねすごく映ってますよちゃんと、ね、すごーいっていうことを言ってます。そうですね。じゃあ今回来れなかった方も次のサローネでぜひチェックしていただいて、あとオンラインです。あ、オンラインショップもやってる。藤屋さん、はい、わかりました、ね、みんな言うときます。色無地だと、うん、今、うん、まあどうしてもフォーマルなイメージがあるけれども、うん、例えばこういうふうに、うん、あ、色無地の、え、これ染め物？そう、染め物。あ、しかも染め屋さんの？そう、派遣のね。こうやって遊ぶ。細かい。で、さらに、すごい。あ、これがなんかシューって。これがぼかしをする時の切り札。あ、そうなんですか。芸が細かい。え、これも染め？これも染めです。だからこれでも仕立ててから、うん、違う、もう白生地の段階で手書き友禅と同じやり方です。こんなに細いのが、そう、いや仕立てる人かわいそう。糸目を引いてみて。仕立てる人がかわいそう。やる方も大変やけど、竹と霧吹きを使って、うんうん、こういうぼかしができる。素敵素敵。いいわ。全部手で。そう、ちょっとこれ気になる人、うちのフォロワーさんは多いと思います。縦ぼかし浴衣、私なんですけど、地元でさらった浴衣を着て飲みに行くと。まあ、いいもん見せていただきました。よかった、寄ってみて。ああ。じゃあまたいつかどこかで。嬉しいです。写真一緒に撮りましょう。このブルーがテーマなんですか？ちょっとね、お人が映らないように失礼します。え、これコート？すごい。このコート、私のコートと同じような襟。本当ですか？横なんで作ってもらって、はい、すごい綺麗な襟。ちょっとやっぱりもう大人気やから後でまた来ます。あとですね、うん、あの同じシルクで、うん、去年から洋服のブランドを作るようにしまして、そうなんですか。はい、着物の生地でブラウスとかドレスとか、私が着ているこれもそうなんですけど。あ、本当や、素敵。お母様が入られるので、はい、どうぞ。また後で来させていただきます、はい、ぜひぜひ。大人気やからあかんわ、バイバイ。やっと来ました、石田呉服店さん。せっちゃん先生のお店ですが、せっちゃん先生あるかな。うち昨日行く言うて来れへんかったから、なんかワイワイ気分出る。ちょっと失礼しよう。よいしょ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 。なんか今日やらへんような気がするけど。こんにちは。あ、昨日来れなくって。
寄せちゃん先生いらっしゃいますか、うん、あ、やった、撮影していいですか、え、なん、あ、あれか、はい、YouTube の撮影して大丈夫かな、ちょっと一回切りますね、うん、藤岡さんもいますか、せっちゃん先生、はい、あ、そう、あの、ムービーですか、そうです、あ、動画、はい、いいですか、え、声入ります、入ります、あ、じゃあちゃんとしないと、あ、いいんです、うちのチャンネルは、いや、うち直します、はい、申し訳ないです、びっくりしちゃって、いいえ、すいません、はい、予約もせずに来てしまって、はい、いらっしゃいませ、はい、だんだんいつも通りになるから大丈夫うわ素敵素敵、みんな急に静かに、あ、お客様すいません、へー、うちちょっとコーデ違うって言われちゃったけど、いつでもせちゃん先生の店好きなんだよな、みんなどっか行ってしまったみんなどっか行ってしまった、多分これがね、もう少し調整、あれ湯沸いて調整すごい、このままいっぱいある、素敵、すいません、あの、フリーレングスのフルレングスの、今よりもちょっと寒い時から、うん、夏ぐらいまで着れそうなやつってありますか、うんうんうん、夏ぐらいまで、真夏は、まあ、真夏も着れたらいいけど、そんな幅広く着れるやつないですよね、うん、ね、うーん、今それを一番探してるんですけどね、うん、値段にもよりますけどね、要はこう汎用性が高い感じかな、母親着のこれなんかは逆に透け感もありそうでないので、うん、本当ですね、そんな透け透けって感じじゃないですね、うん、それでいて真夏に着ても大丈夫な素材なんですよ、あの今温暖化だからっていうのでメーカーをこのように作っているのと、ありがたい、やっぱりこう十日町系のものっていうのが糸がすごくいいので、こういうのだったら本当中の襦袢次第でいくらでも季節が着れると思います、これかっこいいな、うん、これね、それこそ本当柄がね、柄の襦袢とか着てもらっても面白いだろうし、あと、ね、なんかね、面のこんにちは、急に暑くなりましたからね、こうやって素敵、例えば一重の時期だけどまだ本当は一重だよっていう時でも、うんうんうん、こうやって一重の襦袢で持って、うんうん、柄のもので透かしてっていうのも楽しいと思います、このヒントがですね、あらー、かっこいい、よく YouTube でこういうのね、素敵なのありますよね、やってるでしょ、お杖とか、あ、どん、ほら綺麗綺麗、すごい、
ここ少子移していいですか。なんかあちこちでなんかそうですね。着物ショー、東京着物ショーですね。今日最終日なんて、もうそれを今度過ごしてるやつ。これが平織りたい。これも素敵やなと思って見てて、あ、これ竹ひごで。そうなんです。あら、すごい。ちょっとちゃいますね、こっちとこっちと。そうです。だから羽の壁が違って、うん、それぞれ。本当こんなちっちゃいことと思うんだけれども、うん、あのしっかりね、こうやって挟んで、うん、この竹を挟んで、うん、糸で留めて絞ってってこういうくらいになってやってる。素敵。あ、これも素敵。白鷹です。ああ、聞いたことある。小松さんのところのです。もうレアものです。なんでレアなんですか。あんまり作れない。あ、そっか。たくさん作れないし。そう、そういうものもうちにはある。なるほど、うん、お値段は自分で確認しときました。はい、そうしてください。素敵なね、アンティークをお召しの方がいらっしゃるなって思ってて、あー、なんかあの方、そうそう、去年の着物サローネの時にあの男性の襦袢のアンティークコレクションいっぱい出されてた方やって分かってたんですけど、そうしたらね、井原恵美子さんっていうアンティーク着物のコレクターさんなんですけど、あのお声掛けいただいて、あなた素敵な黒振袖着てますねって言ってくださったんですよね。もう意気投合してアンティークの着物のお話いっぱいできました。そして私のトルソーコーデのお隣がなんとあの山崎陽子さんだったんですよね。ちょうどいらっしゃってゆっくりおしゃべりすることもできて嬉しかったです。この後わざわざコートを脱いで帯と着物を見せていただきました。優しい。山崎陽子さんは実は京都で一度短時間だけお会いしたことがあって、その時私が玉ねぎヘアの会をやってる時でちょっとびっくりさせてしまったんですけども、なんとその時の記事を着物市場さんの着物とで連載されてるとこに書いてくださったそうなので、皆様ぜひご覧ください。大好きなおかみさん、いつも忙しくてやっと会えました。捕まえました。高橋着物工房さんの下着には本当にお世話になっています。助かってます。そしてずっと憧れだったせっちゃん先生にやっとお会いできました。動画以外でいっぱいおしゃべりできて嬉しかったです。ここから藤井しぼりファッションショーさんに受けてきました。はい、初めて見せる時計があるとですね、矢がすりの縫い締め絞りの麺屋さんありからですね、すっごく楽しかったです。うまい棒の帽子とアメちゃんのネックレスと花束もいただいて嬉しかったです。夢が叶いました。本当にありがとうございました。最後にやらかした時蔵さんの半幅帯の動画消えてた。じゃ、またねー。